ています。しかし国民の意思にもかかわらず権力の座にこだわるカダフィ大佐の意思は揺らいではいないようです。しばらくは平穏が続いていましたが、その前には3月に NATO 軍の作戦が始まってから最も激しい空爆がありました。主な標的はカダフィ大佐の住んでいるバーブルアズィズィヤ地区、政府の施設、レーダー基地、トリポリ郊外の軍事基地などです。一方カダフィ派の部隊はトリポリから東の国内第三の都市ミスラータに向けて長さ 200km に及ぶ戦線を形成しています。ミスラータを東、西、南の3方向から包囲し、町の奪還を目指して集中的な砲撃を行っています。しかし反政府勢力はミスラータの支配権を維持するためあくまで抵抗する構えです。西部山岳地帯でも戦闘が続き、反政府勢力はヤフリンとカラーの町と戦略上重要なシッフィート高地を制圧しました。反政府勢力はベンガジの暫定国民評議会が NATO に対して西部山岳地帯のカダフィ派の拠点を攻撃するよう働きかけるのを期待しています。空爆が拡大されるか否かは NATO 加盟国の利害にかかっています。アメリカのオバマ政権は NATO の会合で加盟国の一部に対してリビア空爆に参加しない姿勢を改めるよう圧力をかけているとのことです。こうした中、反政府勢力はカダフィ体制の打倒に自信を強めた様子を見せています。